天馬屋。株式会社天馬屋、天馬屋、天馬屋カンパニー、リミテッドは、岡山県岡山市に本社を置く日本の百貨店である。中国地方に別会社を含む、百貨店9店舗、商業ビル3店舗を廃止、スーパーマーケットホテルを中心に20を超える企業を、傘下に収める天馬屋グループの中核企業である。また2017年に、生え抜きの役員から、 社長、会長が就任するまでは創業者一族である、異言木家が社長を務める同族経営を行っており、その後も異言木家の関連企業及び人物が株式を保有している他、岡山県有数の企業グループの中核でありながら、未だ非常上場である。大手百貨店のグループや大手電鉄系列を除いた地場百貨店では日本一の売り上げを誇っている。 大手百貨店撤退後への進出、倉敷店、旧、高松天満屋や,や郊外型百貨店、広島アルパーク、広島緑井、米子新町、福山ポートプラザの展開に、積極的で本店へのバスターミナル建設など、大手百貨店とは一味異なる経営手法をとっており、自立した経営で黒字を維持している。ロフトのフランチャイジーも営んでいる。 百貨店以外のグループ会社として総合スーパー、食料スーパーの天満屋、ストア、天満屋ハッピータウン、ハッピーマート、東証二部上場の流通部門が最も大きい。ホテルでは、瀬戸内小島ホテル、ホテルリマーニ等、その他には不動産、警備、人材派遣、情報処理、印刷、旅行代理店、リース等の業種がある。 多くの百貨店は定型クレジットカードを地元審判会社などが発行しているが、天馬屋は地方系百貨店としては珍しくカードの発行を、子会社の天馬屋カードサービスを通じて、自らが行っている、広大行は三井住友カード。以前は、オリエントコーポレーションとの定型カードを発行していた。店舗単位の売り上げは、 岡山本店が1位であるが、広島市内3店舗で、売上全体の40%、さらに、福山地区2店舗を含めると50%を、広島県内で稼いでおり、地方の百貨店には珍しく、他県への依存度が高い。なお、女子陸上競技部と、東寺が、岡間ディンヒルズゴルフクラブは、本社スポーツ統括事業部が運営している。 岡山店にはかつて地元放送局各社のスタジオや本社が入居していたことがある。1829年、文政12年に、伊原木茂平が、以前最大寺現在の岡山市東区最大寺に、天馬や小間物店を創業。1918年、大正7年に、天馬や株式会社を設立し、1925年、大正14年に本店を、岡山市に移し、 携帯を百貨店に改装。1928年、昭和3年に商法を株式会社店間屋に改装する。岡山本店は、岡山県岡山市北区表町2丁目1の1に、ある直営店舗、売り場面積28、632メートル、地上7階、地下1階である。最初に百貨店として営業を始めた店舗であり、 陶器場の本店も置かれ、売り上げが最も多い同社の機関店である。岡山市内発のエレベーターを設置。隣接する天馬やバスステーションは1949年、昭和24年に全国発のデパート接続型バスターミナルとして開設された。地方百貨店としては、エレベーターガールのいる数少ない店の一つである。下記は屋上ビアガーデンが開かれる。 周辺にはバスステーション2階の BE ウィングと地下1階の天地下タウン、向かいの岡山表町商店街にはリビング館やカルチャー館などの多くの別館がある。BE ウィングから連絡通路によって岡山ロッツと結ばれている。倉敷店は岡山県倉敷市町一丁目にある直営店舗売場面積22、126メートル、地上6階、 地下1階である。1952年、昭和27年、地元商店主等の出資により、鶴屋、百貨店として、浜田町、全店舗の場所に開業。1957年、昭和32年、経営不振により、菊屋百貨店に受け継がれ、1961年、昭和36年、天満屋の参加になり、1964年の改装を、木に、 倉敷支店と統合された。2007年、平成19年12月1日に、倉敷駅南口の倉敷シティプラザ東ビル、三越跡に入居していた、専門店の最後の知見者が、条件に同意し、2008年、平成20年3月29日に移転、夏の屋上ビアガーデンも復活した。全店舗は取り壊し駐車場となった。津山店は、 岡山県津山市新湖町にある直営店舗売り場面積8、295メートルである津山市街地再開発区域に完成したあるね津山の各テナントとして入居し同施設の1階から3階に入居開業当初は4階まであったが売り上げの伸び悩みから縮小されている福山店は広島県福山市元町一の一にある直営店舗 売り場面積27、222メートル、地上9階、地下1階で、広島県1号店である。1948年、昭和23年に、地元の財界と商店組合の出資で設立された、鳩屋百貨店が、経営不振になり、鳩屋側の要請により買い取ったとされている。以降、現在の場所に店舗があったが、年、昭和年に、 元町地区第一種市街地再開発事業に伴い現在の建物に改築された。解体、改築期間中は、福山市東深津町の福山メモリアルパークに、隣接し場所に仮店舗を設置して営業していた。福山ポートプラザ店は、広島県福山市入船町3丁目にある直営店舗、売り場面積4、285メートルである。 日本火薬が建設したポートプラザ美火 A 棟1階にテナントとして入居。医療、雑貨が中心で、店長は福山店長が兼任。売上形状は福山店と同一店として扱われる。アルパーク店は広島県広島市西区井の口明神1丁目にある直営店舗、売り場面積26、954メートルである。 三井不動産が開発した広電ストアとの2各1、モール型ショッピングセンター,アールパークの西建て、1階から4階、2、各テナントとして入居。4時間まで無料の駐車場を完備。開業時は、広島市再帰区及び、2日市市を証券としていたが、JR 西日本新井の口駅に直結しているため、山口県東部を含む広い範囲から集客している。2009年、 平成21年5月の中国新聞の調査では、山口県岩国市及び屋内市において市民が最もよく利用する商業施設として、両市内の店舗を抑えて、アルパーク店が1位となった。2020年1月閉店予定。アルパーク天満や集南ショップは、アルパーク店の支店で、山口県集南市南銀座に2013年、 平成25年4月24日開設。2013年、平成25年2月28日に閉店した、近鉄松下百貨店子供館が入居ていたビルの1.2階を使用し、1階は、婦人、紳士服を、2階は、ギフト商品などを扱い、開設時に採用された店員の多くが、近鉄松下百貨店の元店員である。なお、山口県内ではかつて、 岩国市に小規模店舗を出店していたことがある、2010年、閉店ので、この店舗は、山口県発進出店舗ではない。緑井店は、広島県広島市浅南区緑井5丁目にある、直営店舗、売り場面積16、425メートル、地上4階、地下1階である。郊外型の単独店舗、屋上、4階、地下は駐車場、ギフト、 食品、医療品など、店舗の一角に設けられる。浅口市の天満屋ハッピータウンに1号店をオープン。現在、他店の商業施設、独立店舗を展開している。米子新町天満屋は、鳥取県米子市西福原2丁目にある店舗、売り場面積17,911メートル、地上5階である。1987年、昭和62年、 不採算により撤退した、よなご大丸を継承した株式会社よなご天ニアを設立。その後、市内の旧店舗から現在地に移転、初の郊外型店舗、よなご新町天マヤとして、開業、社名も店舗名と同じになる。岡山ロッツは、岡山県岡山市北区中山市一丁目にある、店舗、売り場面積十零零零メートル、地上六階。 地下1階である。株式会社ロッツを泉と共同出資で設立し、泉岡山店後に開業。3階から、天満やバスステーションと連絡通路で結ばれている。開業から長年1階から4階に、ロフトが入居していたが2016年の大規模改装でロフトは2階、3階に集約された。その他に、専門店として、ライトオン、無印良品などが入居している。 かつては、島村楽器、紫スポーツユニクロビレッジヴァンガードも入居していたが、現在は撤退。ただし、島村楽器、紫スポーツユニクロは、東ビルからの撤退直後に、競合するショッピングセンターとなるイオンモール岡山へ出店している。閉店後の問い合わせ先が、イオンモール岡山にある店舗、ビレッジヴァンガードのみ、イオンモール倉敷にある店舗にな、いた。 ユニクロの撤退後は同じ場所に GU が出展している。ユニクロになる前は HMV があった。イオンモール岡山にある店舗のオープンで復活している。2016年に大規模改装を実施し、5階と6階にニトリが入居している。天満や八丁堀ビルは広島県広島市中区恵比寿町後の22にある商業ビル売場面積21。 959メートル、地上11階、地下1階である。2012年、平成24年3月まで、天馬や八丁堀店として、百貨店として使われていたものを商業ビルに転換。以前は、百貨店激戦地の神谷町、八丁堀地区に実地する広島市内で、福屋八丁堀本店に次いでい店舗だった。1954年、 昭和29年に経営不振になった広島中央百貨店、1949年開業に出資し、天満屋の関連会社広島天満屋に開祖した。1956年、昭和31年に吸収され、天満屋広島店になり、その後、同市内にあるパーク店が開業したため、八丁堀店に改称された。競争の激しい地区にあって、 他店との差別化と売り上げ増加を図るため、2010年、平成22年10月に7階と祭事場に使われていた8階を使って、マルゼン純駆動書店が入居した。2011年、平成23年9月30日に、天馬屋が直営部分の地下1階から6階の閉店を発表し、2012年、平成24年3月4日に閉店。 直営部分の閉店後は商業ビル、天満屋八丁堀ビルとして運営されいる。2012年、平成24年6月より、各店舗、山田電機ラビー広島がオープン。同年9月にはユニクロもオープンした。三原店は、広島県三原市場町一の三の一にあった店舗、地上7階、地下1階である。1981年、 昭和56年、三原駅前の再開発事業完成に伴い、ペアシティ、三原東館に、各テナントとして開業。2006年、平成18年3月閉店。閉店後に建物は解体され、跡地は芝生広場に整備された。外省の既存顧客対応は、福山店が、富士グラン、三原内に設置した、三原ショップで行っている。福山ロッツは、 広島県福山市西町一丁目の福山市所有の建物にテナント入居した直営店舗売り場面積34、400メートル、地上9階、地下2階である。1992年、平成4年に福山祖号が開業したが、経営難により2000年、平成12年に撤退し、福山市が建物を購入、10年の賃貸契約を結び、2003年、 平成15年に、福山祖号の後に開業。フロア構成は、地下1階が食料品、7階が天馬や直営の家具売り場、8階が飲食店街、9階がカルチャーなど、百貨店形式を踏襲している。主なトなんとは、コムサストアギャップロフとビレッジヴァンガード、広島館、ほ他、2013年、平成25年4月24日に閉店する。 ことが発表された。閉店後は、大和ハウス工業系の大和情報サービスが、後継委託運営先になることが2012年、平成24年9月12日に決定。2013年、平成25年1月9日に、閉店後に新たに開業する施設名称を、リム会にすると、福山市が発表。予定通り4月24日に閉店した後同年9月12日に、 リム、F、リム、福山に生まれ変わった。高松天満屋は、香川県高松市上番町一丁目にあることでん、河原町駅に併設されたことでん河原町ビルに、開設されていた、店舗、34,914メートル、地上10階、9階は除く、地下1階である。2001年、平成13年、経営難により撤退したことでん祖の後に、 株式会社高松天満屋を設立、入居。河原町駅に併設されたターミナル型店舗で、単独店舗としては最大だった。屋上に、乳幼児向けの各施設を完備、下記はビアガーデンも開かれた。8階に入居していたロフトは、天満屋本体ではなく、子会社であり、運営会社の高松天満屋による、フランチャイズ店舗であった。なお、セブン アイホールディングスによる直営でないことは、天馬屋内のロフト全店と共通している。2014年、平成26年3月末で閉店。2016年1月に会社も解散、同月特別生産となった。外商の既存顧客対応は、岡山本店が郊外の多比下町に設置した高松出張所で行う。また、丸亀町三番街東館には同じく、 岡山本店が管轄する、天馬や、ロイヤルジュエリーサロン高松が営業しているほか、丸亀町グリーンに移転した、高松ロフトも運営している。1992年、平成4年創部。2019年現在の総監督は、竹富豊。働く女性の象徴的な存在とすることと、同年8月2992年、バルセロナオリンピックで、銀メダル。 後1996年アトランタオリンピックで銅メダルを獲得した有森優子が地元、岡山市出身ということで、マラソン列が高まったことを受けて創設された。岡山市を拠点とし、オリンピック、世界陸上などに出場する女子の長距離走、マラソンランナーを多数輩出。地元の陸上界では知らぬ者の,のいない、競合チームとして知られている。 ユニフォームのカラーはピンク。ユニフォームの表記は天馬や天馬天馬という理由から、ジャージにはペガサスが描かれている。なおオリンピックには、2000年シドニーオリンピック代表の山口恵里、2004年アテネオリンピック代表の坂本、ナオコ、2008年北京オリンピック代表の中村、ゆりか、ロンドンオリンピック代表の重友里里、と4大会連続で天馬やから、 女子マラソン代表選手が誕生した。2016年リオデジャネイロオリンピックでは、所属選手の代表入りを逃したものの、2020年東京オリンピックへは2大会ぶりに前田穂南が女子マラソン日本代表に内定している。また2010年平成22年の第30回記念全日本実業団女子駅伝では、念願であったチーム初優勝を果たした。 第12回第30回は岐阜県第31回以降は宮城県で開催。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。